週刊フリーブレイズ。はい、このコーナー週刊フリーブレイズはアイスホッケーアジアリーグ現在3年目のシーズンを戦っている東北フリーブレイズの選手のインタビューコーナーです。さて、韓国遠征から帰ってきたフリーブレイズ、今週ご出演いただくのは、見事アジアリーグ初ゴール達成しました背番号36番田中亮選手です。こんにちは。こんにちは。初ゴールおめでとうございました。いえ、ありがとうございます。8月の終わりのホコテンの約束をやっと果たしてくれて嬉しいです。、はい、ありがとうございます。まずはそして韓国遠征も大変お疲れ様でございました。はい、今日はお話は、11月の2日、はい、水曜日のお話を聞いてますが、はい、八戸帰ってきたのはいつだったんですか。1日、31の夜中ですね。10月31の夜中に着いて、はいはい、何時ぐらい。1時ですね。1時に着いて、まあ羽田からバスですもんね。はい、はい、遠征の疲れ取れませんよね。ないっすね。でもまあしょうがないです。うん、まあでも韓国遠征に帯同したのは今回初ですね。はい、去年はね、はい、そうですね、行ってないんで怪我の治す途中でしたので、はい、まあ韓国遠征6連戦がありまして、まず勝ち星から見れば2勝4敗という6試合だったんですが、はい、まあ、振り返っていかがですか。まあ2勝4敗という結果を見れば、うん、結果を見ればちょっと物足りなさを感じますが、うん、まあ逆に見ると60分負けが2回、はい、4敗のうち2回 で、その他2回はこう、まあ、勝ち点1を取れたので、うん、まあ、その部分に関しては、まあ、良かったのかなと思いますが、うん、まあ、もっと厳しく見れば勝ち点2も取れたと思うし、うん、もっと欲を出せば勝ち点3も6試合とも韓国の6試合とも全部60分勝ちできる試合だったと選手はみんな思っているので、はい、もっと勝てたんじゃないかなというのは正直あります。まあ、2勝ですね。まあ、獲得した勝ち点は7、はい、ということですからね。さあ、そして、まずは10月22日のハイワンとの最初の試合、はい、まあ、もう最初から取って取られてというなんか異様な、はい、初めてですねこの試合は。あるんですか、アジアリーグでもこういう。どうですかね、まあ、乱打戦みたいな。そう、その14点ですよね、6対8なんで、はい、ないっすね、そんな試合は。もう初めてですね。何がこうきっかけでこういうものすごいもう乱打戦になるんですかね。やっててもよく分からなかったですね。あ、こっちも入れられちゃうし、うん、こっちも入っちゃうし。そうですね。なるほど。で、その流れの中で田中亮選手は第1ピリオドで、はい、見事有吉選手、川本選手のアシストを受け初ゴール。はい、はどういう場面だったか覚えてますか。多分有吉じゃなくて鹿島さんが、あ、こう、まあ、D ゾーンからパックを浮かした感じ で、はい、でそのパック落ちるところに川本さんが詰めてくれて、はい、そのこぼれ球を拾って、まあ、僕がノーマークみたいな形になって、うん、なんでまあ僕はただ入れるだけで、あと鹿島さんと川本さんが潰れてくれたんで感謝してますね。まあ、でも入れるだけって言ってもわー来たーって思いませんでした。そうです。なんかこう来るなっていうのは正直、こぼれてくるなっていうのはあって、まあ3つ目すごい調子良かったんで、そうですね、まあそういう時だったからかもしれないですけど、絶対こぼれてくるっていうのはあったんで、まあ詰めててよかったなと思って。あ、いかがでした、初ゴール決めた時の気持ちは。まあ、みんな多分、あれみたいな、初ゴールなのみたいな。そんぐらい、まあ、1年間ゴール決めてなかったんで、うん、はい、でもまあみんな喜んでくれたし、まあでも僕自身こう、逆転ゴールだったので。そうでしたね。2対2の同点で3点目決めれたんで、うん、まあ、そっちの方がこうすごい久々にこう、そういうゴールを決めれたので、うん、まあ、嬉しかったです。ちなみに初ゴールのパックはどうしましたか。まあ、今もらって部屋にあるんですが、まあ、親に、まあ、とりあえず決めたよと、あの、お待たせしましたと電話したら お待たせしました。電話したら、こう、まあ、家に
あのゴーとショーのパックあるけど あんたのはないからって言われて親にあげようと思います。わーこれは喜んでくださるでしょうね。喜んでもらえてありがたいです。なるほど。そして、この日はもう2点目も決めました、ね、うん、どうですかこう気持ち的にこうつきものが取れたみたいなそういう感じはありますか、まあ、ほっとしたのはありますね、うんうん、こうやっとこう自分もそういうなんですかねゴール決めれることができて、はい、やっとチームに馴染めたかなっていうのは、まあ、認められたというか量も決めれるんだと思ってもらえたら、うんうん、まあ嬉しいです。そしてこの遠征シリーズでは同期の有吉選手もアジアリーグ初ゴール、はい、彼はゴール決めた瞬間どんな喜び方しました？まあみんな驚いてましたね、うん、みたいな。でもまあユウヤは有吉はシュート上手いですし、まあ、速いですし、もともとねフォワードをやっていたっていうのも、ね、もともとそういうセンスがあるので、ではまあみんな、まあ、喜びましたけどすごいあのいじってましたね。いじって、お前ベンチからシュート落ちたんじゃないかってお前氷乗ってたのって言って、まあ、お前手長いから有利だよななんて言われてでもまあ喜んでましたみんな。まあ同期2人がね揃ってこの遠征で初ゴールを記録、はい、そしてさっきお話にもあったんですけれど、田中亮選手が出てる、まあ、川本選手や鹿島選手とのラインが、はいはい、まあ、この遠征はものすごい、そうですか、まあ、当たっていたように台湾戦、結果見れば台湾戦の 1、2試合目は、はい、僕のセットで入ってますよね、うん、そうですね、まあ、リドル選手が決めたものもあれば、はい、川本選手、亮選手、そうですね、でまた最後ね田中亮選手、まあ1、2試合目はすごいフィットしたいと思いますし、うんうん、まあ、もっとそこで失点も確かないと思うんですよね、僕らの、はい、まあ、3つ目として出てるときに失点はない、うん、まあ、個人個人でこう切りプレーとか出てるときには失点してると思うんですけど、うん、はい、まあ、3人でいつも話してるのはこう相手の3つ目と、まあ、マッチアップするんで、うん、そのときにこう失点は絶対しないで、まあ、僕らのセットでプラス1、2になればこうチームに貢献できるんじゃないかっていうのは常に3人で話しているので、うん、まあ、台湾の1、2戦目はそれができたのかなと思いますし、うん、あと川本さんと鹿島さんはすごいアタッキングゾーンでパック持ってすごい頑張ってくれるので、はい、そういうその2人のおかげでこうチームに流れが来る場面も少しあったので、うん、何回かあったのでそういう面ではこうチームに貢献できてるのかなと思いますが、まあ、やっぱプラス毎試合プラス1、うん、プラス2しないとダメだと思うので、うん、やっぱりもっとそこは貪欲に結果を求めてやりたいと思います、うん、どうですか、まあ、特に川本選手は今シーズンからフリーブレイズに加入した、はい、まあ、経験ある先輩だと思うんですが、はい、どんな先輩ですか。そうです、まあ、私生活でもすごい僕はちょっとだらしないところあるんで、まあ、寮でも結構ちゃんときっちりとやってくれるので、やっぱ川本さんがやるのでみんなこう見てるだけではいかないというか、自分たちがやらなきゃっていうそういう雰囲気も作ってくれますし、まあ、川本さんは別にそういうただ自分がやってるだけなんですけど、そういう面では後輩、まあ、僕らがすごいいい勉強させてもらってますし、まあ、試合中もすごいアドバイスを、まあ、頑張ろう頑張ろうじゃなくてこう的確なアドバイスを言葉にして言ってくれるので、はい、まあ、すごい落ち着きますね。こう、まあ、その通りやればいいってわけじゃないですけど、やっぱ川本さんとか、まあ、川本さんに限らず、うん、ゴーとかアーロンもいろいろ言ってくれるので、そういうベテランの選手の言葉はすごいいい雰囲気を作ってくれてると僕は思います。まあ、今シーズンは選手がガラッと変わったからこそまた新しく吸収できるものも多いんでしょうね。はい、そうですね。分かりました。はい、そして、まあ、ハルラとの3連戦は全部が1点差、はい、そして最初の2試合が PS まで行くといういやでもあの現地でツイキャスしてくださった方がいて、はい、我々あの八戸のファンもあのなんとなくこう現地の様子が良かったんですが、はい、やりづらい雰囲気っていうのがあるんですか、韓国の会場というのは。ありますね、うん、こう、まあ、PS の時もブーイング、ああ聞こえてましたね、はい、すごいですし、まあ、
こっちが反則取られたら観客は喜んでまあ言っちゃダメかもしれないですけど、こうやっぱレフリーのそういう問題も、まあ、それで負けたとは思いませんが、うん、やっぱりこうあれっていうジャッジもありますし、うん、まあでもその中でも勝てた勝てる試合だったと思うので、うん、まあレフリーのせいにはしないですけど、多かったですね、そういう、うん、あれっていう場面が。それも含めてこのプロスポーツでのアウェー、はい、ということなんでしょうね。まあ、どうでしょう、行く前はかなり不安もあった韓国6連戦なのかもしれませんが、まああのまあ、両選手が決めた、はい、有吉選手も決めた、はい、あの今まで触れてなかったですけど拓郎選手も決めたリードル選手 もう覚醒したような形ということ、はい、まあ、田中康太選手も決めた、はい、ビンさんも帰ってきた、ね、ものすごい今後に向けて明るい材料も、まあ、自信がついたのは間違いないですね、うん、僕もこうやっと数字がついてきてほっとして、まあ、自信がついたのは確かですし、まあ、もちろん有吉もそうだと思いますし、うん、拓郎もアシストして、まあ、僕がシュートパワープレーシュートって、はい、拓郎のスティックなどって入ったんですけどみんなこう最初僕が決めたと思ってて、はい、でも僕はもう自分で打ってこう拓郎に当たってるのが見えたんで、うん、いや拓郎拓郎って言って、うん、でも彼は僕触ってなくても入ってるかもしれないそういう謙虚なやつなんであれですけど、うん、でも拓郎はルーキーなんですけど、はい、すごい落ち着いてますし、うん、コーナーも強いので、まあ、ゴーも拓郎は、まあ、すごいというか褒めてたんで、うん、そういうふうに思えば、まあ、去年と変わりましたけど、はい、僕は全然まだプレーオフいけると思ってますし、うん、まあ、みんなそうだと思いますけど、これからがいつも韓国遠征を負けて帰ってきてちょっと落ちてる部分がありますが、はい、まあ、僕は全然今回の韓国遠征は良かったと思いますし、うん、これからが勝負だと思います。チームの雰囲気もでは今日とかも悪くはないですか？悪くないですね、全然悪くないと思います。萩原さん帰ってきたんで。そうですねそうだ、遠征なかったですし、はい、ね、特に今城選手も ね、お休みしたりということもありますので、はい、じゃあやっとフルメンバー、まあ、拓磨がちょっと足にシュート当たって枯れて今は出れないですけど、なるほど、まあ、拓磨は多分新横浜の試合は出れると思うので、うん、やっと揃ったと。そうですね、はい、さあその新横浜です、はい、まあ、今日は火曜日遠征出発前にお話を聞いてますが、はい、一度すでに今シーズン1回当たったクレインズ王子、はい、との新横浜での連戦になります、はい、さあどんなゲームをしたいと思いますか？やっぱ60分勝ち絶対しないといけないと思います。やっぱり、うん、クレインズには完封負け、うん、0-1、60分負けですし、まあ、王子とは、まあ、こう勝ち点3ずつ分け合っているんですが、うん、まあ、どちらにも60分勝ちはしてないので、はい、やっぱりこの辺で勝っとかないと、うん、きつい部分があると思うので。特にフリーベース今のところ6位ですが、はい、その1個上が王子で、そのもう1個上がクレインズですから、はい、そうですね、まあ、プレーオフということも考えれば、はい、これは連勝しなければいけない。そうですね、連勝すれば流れも来ると思うので。そうですね、はい、ここで勝ち点6を取ると大きいですね。大きくなりますね。はい、はい、でそして、次の週また1週お休みがあって、でまた新横浜で、戦ったばかりですけれども、台湾と今度は日本で、はい、はい、韓国でも、まあ、合格以上の試合ができたのであれば日本ではという気持ちはどうですか？もちろんありますね、うん、やっぱりホームで、まあ、ホーム、まあ、新横ですけど、うん、まあ、日本でやるからには絶対勝たないといけないと思いますし、うん、まあ、今度は言い訳はないので、はい、そこでも2連勝を目指して頑張りたいと思います、うん、分かりました。さあ、フリーブレイズはここまで12試合消化して、あっという間にシーズン3分の1そうですね、はい、巻き返す時間はたっぷりあるとは言えない状況かと思います、はい、ぜひシーズンこれから中盤戦入っていきます。ぜひ意気込みをお願いします。チームは全然下を向いてないので、
まあ、プレーオフ行くのは絶対なことだと思って選手は思っているので、うん、僕らはこれから必死に頑張るので、ファンの皆さんもぜひ一緒に必死に戦ってくれればと思います。はい、お願いします。新横4試合やって中国行けば久々に新潟のゲームをね、はい、なってますので、はい、ぜひ、まあ、勝負の11月、はい、まあ、去年もね、ここから巻き返していった実績があるので、はい、さらなる巻き返しを楽しみにしたいと思います。はい、ということで今週の週刊フリーブレイズは見事初ゴールの背番号36番田中亮選手でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。